財務省の公文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の職員赤木敏夫さんが改ざんの経緯をまとめた赤木ファイルが今日国から遺族に開示されました。あ、これ夫の字です。これは夫の字です。の通り記憶。ファイルは518ページで改ざんの経緯を時系列で記した文書や。 財務省本省と財務局のメールのやり取りなどが含まれています赤木さんが作った資料には決済済みの聴取を修正することは問題があり行うべきではないと本省に強く抗議したと書かれていますまた当時の佐川理財局長に説明後再び修正したとする記述もあります2018年に財務省が公表した調査報告書では佐川理財局長の意向を受けて 財務省の幹部が近畿財務局に改ざんを指示したと認定していますただ誰がどのように改ざんを指示したかなど詳細な経緯は明らかにされていませんでした麻生財務大臣は文書については事務方の方からその概要につきましては報告を受けている再調査を行うということを考えているわけではありません 麻生大臣が改めて再調査を否定したことについて、赤木さんの妻雅子さんは憤りをあらわにしました。夫はもう亡くなったんです。夫は一度殺されたのに、これを出してもまだ再調査してくれないって、夫を何度も何度も殺されているような気がして、とっても我慢できないです。